こんにちは。今回は赤ちゃん本舗のマタニティインナーで人気シリーズのハーフトップ楽々授乳ホックタイプについてご説明をさせていただきます。商品のご説明の前に、まずはハーフトップとはどういうものかというご説明をさせていただきます。ハーフトップとはワイヤーがなくソフトな付け心地のインナーのことです。もともとはランニングを半分に切ったもので、肩部分のストラップが幅広で肩にかかる負担を軽減するデザインになっています。サイズは M、L、LL なので、基本的には妊娠前の洋服のサイズと同じものを選んでいただくといいです。そのハーフトップの中でも赤ちゃん本舗ではママラボというブランドがあり、ハーフトップ楽々授乳ホックタイプというアイテムが人気となっています。ハーフトップ楽々授乳ホックタイプとは、まず授乳機能としまして、クロスオープンの授乳機能があります。中心の部分がカシュクールとなっているので授乳がしやすいです。またその他、脇から授乳ができるサイドクロスオープン機能というのがあります。こちらは添い寝をしながら授乳をしたり、脇側にある授乳機能から授乳がしやすい授乳機能となっています。その他おすすめ機能としては、パッドが本体と一体型になっているので、授乳時や洗濯の時にパッドが飛び出したりよれたりするというお悩みを軽減するものになっています。ホックは4段階になっていまして、体型の変化や体調に合わせて調節をしていただくことができます。ハーフトップ楽々授乳シリーズには無地と柄があります。無地はネイビー、グレー、ブラックとなっております。そして今回新しく小花柄のハーフトップが登場となりました。優しい色合いとなっていますので、春の出産準備に向けてぴったりな商品です。またペアショーツもありますので、店頭やネット通販でご確認ください。ショーツに関しましては、朝履きタイプとなっていて、フックリの部分がクロス仕様となっていますので、3000から35まで長くご使用いただける商品となっています。その他マタニティインナーでは様々な商品を取り揃えておりますので、ぜひチェックしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。